こんにちは、宮野博隆です。今週の傾向は、今までの感じだと脳みそがダメ、神経がダメ、でホルモン系がダメと、それにプラス肝臓がダメという感じで、まだしっかりとつかめなかったんですけど、その肝臓の症状が非常に強く出始めたという状態です。今までもあったんですけど、今日は特に強いです。明日はもっと強くなるだろうとが想定されます。肝臓の症状、肝臓というのは一般的にはよく静かなる臓器と言われるんですけども、これは西洋学の先生がそういうふうに言ってることだけじゃないかなというふうに僕は思います。肝臓というのは非常に暴れ者でですね、肩が痛い、肩の関節ですね、膝の関節が痛い、これもみんな肝臓の症状です。でこのところ特に多いのがですね、目の問題、目が充血する、涙目になる、こういう状態が多い。それから鼻づまりが非常に多い、匂いがしない、から舌に口内炎ができてしまう、こういう患者さんも多い。これ全部肝臓の障害です。それと痔ですね、痔というのは痔、門脈系、大腸、肝臓、この3つで痔になるんですね。で痔にはなってないけど便秘、これも同じ状態が問題で化してきます。何しろ肝臓から来る症状というのは非常に多くてですね、ヘルペスウイルスにとっては肝臓大好きなところなんです。なぜかというと栄養豊富ですから、居座るのには一番なんで、今暴れているこの肝臓のばい菌というのがこのあと、その後にヘルペスウイルスが居座ってくるという状態になり、日本人というよりも日本人、中国人、韓国人というのは世界的に見て肝臓の弱い民族で、お酒の飲めない民族ということになってますけれども、それがますます強くなってきちゃうんじゃないかという状態で、今回の肝臓の感染症、これは明らかに感染症なんですけれども、非常にゆっくり来ましたけれども大きく出てきましたから、この後どうなるのか、果たしてこれがいわゆる A 型肝炎とかそういうものとつながってくるのか、この辺はまだ不明ですけれども、肝臓要注意ですね。やはり免疫力を上げるということですから、寝不足にならないように、下げないように、免疫力を上げるためには手上げ、かかと上げ、脳呼吸枕、こういったもので頑張ると免疫力が上がりますから、なんせばい菌やっつけるのは免疫力を上げる、生命力を上げるですから、頑張って寝てくださいっていうのもおかしな言い方ですけども、まあ頑張って手上げなどしながらゆっくり休むということで自分の身を守ってください。